イリングに別れを告げて最高のリスニング環境、価格を抑えつつおしゃれな両耳イヤホン、ジンハオイヤホン型使用機ご紹介します。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。第1弾スマートオブイヤー、第2弾エイブルエイド、第3弾ジンハオコスパ集音機、そして第4弾、はい、というわけでですね、前回のですねコスパ集音機と同じところから商品提供をしていただきまして、こちらの商品、はい、紹介させていただきたいと思います。今回のですね主な特徴としましては、価格を抑えつつおしゃれなイヤホンタイプの使用機、型番は JH-A39。 特徴としましては操作がめちゃくちゃ簡単、バッテリーが長持ちする充電式のタイプ、1万円以下の予算、こちらに合致している方はぜひとも購入の検討材料としていただけますと幸いです。はい、というわけでですね、では早速開封していきたいと思います。今回に関してはボックスタイプのものとなっております。裏側も結構かっこいい感じになっております。はい、こんな形で開きまして、パッカーンタイプです。ほー、入っております。使用機充電ケースに入っております。はい、こちらツルンツルンのデザインとなっております。まずは先に中身を全部開けてみたいと思います。 USB 充電ケーブル、前回も入っておりましたお掃除道具、イヤーキャップでございます。 SML3 タイプが入っております。はい、そしてこの中には冊子、ジンハオ入門操作ガイド、フルカラー日本語で書かれております。 JH-A39。 細かい詳細に関してはこちら全て日本語で書かれております。はい、というわけで、ここからですね、3つの目次に分けて深掘りしていきたいと思います。1つ目、イヤホン本体の特徴について詳しく見ていきたいと思います。2つ目、簡単な操作方法、実機を踏まえて触っていきたいと思います。3つ目、超高速充電機能に対応、しっかりと見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず一つ目、イヤホン本体見ていきたいと思います。本体なんですけども、こちら、はい、充電ケースに入っております。裏側はこんな感じ、パッカーンと開けます。はい、おー、オシャンティイヤホン本体でございます。両方とも取り出しますか。あ、いいですね、こういう感じでピタッとつきます。絶縁シートがついておりますので剥がします。で、今こちらイヤーキャップがついていませんので、この3タイプのものを開けまして、とりあえず今回は真ん中の M サイズをつけていきたいなと思います。はい、こちらなんですけども、イヤーキャップをつけていきます。はい、こちら付け終わりました。ちなみにこの付ける位置なんですけども、この点があるかと思いますが、こちらが上に来れば OK です。そして内面を見ますと R と書かれておりますので、ライト右です。本体の素材 ABC 樹脂素材となっております。重さはわずか 3g、軽いです。 IP53、 防水性と防塵性を抑えております。商品詳細には快適な装着感、軽量設計により長時間使用も疲れ知らずというわけで、本当なのか早速こちら試してみます。とまずはですね、気をつけていきたいと思います。どうでしょうか、こんなような感じですね。レフト、はい。2つ目、簡単な操作方法、電源を入れていきたいと思います。電源ボタンに関してはこちらですね、長押します。はい、ピーピーと、お、めっちゃ聞こえる。両方ともつけていきたいと思います。ハウリングせずにつきましたね。電源オフに関しても3秒押します。はい、ピーピーピー、落ちました。電源が入るときはこちら白く点灯するというわけでですね、見ていきたいと思います。よく見てくださいね。そして電源オフ。はい、というわけで今ですね、両方ともつけているのですが、監督は特に耳は正常に聞こえるのですが、かなり声が大きくクリアに聞こえておりますね。音を上げる際なんですけども、電源のオンとオフは長押しですね。約3秒間なんですけども、簡単にピッと短く1秒ぐらいですね、押すことによって音量がどんどんと上がっていきまして、最大6段階までですね。で、6段階いきますと、次ピッと押しますとレベル1に戻ります。それが2、3、4、5、6まで上げることができます。ちょっとやってみたいと思います。ピッピッ、あ、こんくらいのペースですね。えい、えいという感じですね。お、これが一番大きいかな。音を上げていくとハウリングしやすくなりますので、お気をつけください。外すときはですね、このまま外した後ハウリングをするので、長押しして電源を落としてから消すのがいいです。
はい、で切れたので外します。はい、下にですね、こちらの電源を切った後ですね、また付け直しますと前回設定した音のレベルで起動されます。というわけでですね、こちら簡単な電源ボタン長押しとピッという、ね、1秒間こちらだけでできますので、若者からお年寄りまでどなたでも簡単に利用できる収音機となっております。続きまして3つ目、超急速充電に対応。はい、というわけでですね、やっぱりこちら充電式なので充電するの忘れていたってですね、シチュエーションが起きてしまうかと思うんですけども、急な時にですね、今使いたいとか、ちょっと今聞きづらいとかね、なんとですね、こちらの収音機はですね、超急速充電対応となっております。急速充電機能によってたったの15分充電するだけで、なんと180分も使うことができてしまいます。すごいね。こちら面倒な電池交換がなく、本体を充電するだけで充電しますので、別途電池を買ってつけるのではなく、買い切りタイプ、コスパがいい商品となっております。はい、というわけでこちらケースなんですけども、何か磁石のような形でという感じでパチッと開けるときもさらっとこうやってつくことができます。そして後ろに USB の充電ケーブルの差し込み口がついておりますので、こちらの白い充電ケーブル短めですね、セットをしますと、はい、あとは充電ケーブル、今ですね、こちら収音機をですね、つけている状態なんですが、かなり声がクリアに聞こえますね。今のところ全然ハウリングもしません。ちゃんと耳にセットしている状態でございますと、ハウリングないですね。なお AC アダプターに関しては別途必要ですので、今お持ちしてます充電アダプターを使ってください。こちらをセットしまして、はい、そうしますと青く点灯しているかと思います。はい、でこの青のサインがですね、充電中ということになっております。片方ついていますので、片方だけ入れます。あ、いい感じですね。そして中も見ますと、はい、こちら、はい、でこちら3つライトがついております。青いランプがついていると充電中、充電完了すると白になります。でさらにこの3つ目、これはもう全ての充電がでマックス充電されますと白になります。なおですね、充電ケースで2時間充電しますと約12から18時間使用することができます。そしてさらにですね、充電ケースでもうフルで全て充電されますと3回分使用することができます。はい、なおこちら本体なんですけども、充電中にバッテリーの温度が45から50度に達すると安全性を考え電源が切れるようになっております。はい、というわけでですね、今回はジンハオのイヤホン型収音機紹介させていただきました。改めましておすすめの方を紹介します。まず操作がめちゃくちゃ簡単、こちらなんですけども、タッチタイプではなくかすかにですね、沈むような形となっております。電源ボタンを長押しすると電源が入りまして、1回押すことによって音がプラス1、プラス2、プラス3、プラス4、こちらが第6段階ありまして、6まで行きますと音量が1に戻るという仕様となっておりまして、操作としては長押しと1秒間押し、はい、こちらの2タイプとなっております。めちゃくちゃ簡単でいいです。そしてバッテリーが長持ちする充電式タイプ、しかも超高速充電、こちらもですね、たったの15分充電するだけでなんと180分も利用できるというわけでですね、かなりコスパがいい商品となっております。そして3つ目、1万円以下の低予算、こちらがかなり監督も推しポイントなんですけども、今現在の割引クーポンなしで見てみますと、ホワイトがですね、購入することができます。なおですね、アフターサービス30日間全額保証というものもついておりますので、性能を確かめてみていただければなと思っております。はい、というわけでですね、今回はジンハオのイヤホン型収音機 JH-A39、 こちらを紹介させていただきました。この監督ラボではね、これはおすすめだよとか、このガジェットは新しい、おすすめしたい商品をメインに作っております。ぜひ参考にしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またですね、商品レビューだけに特化したものに関してはですね、こちらのピピンのセレクトショップも出しておりますので、もし興味がある方はですね、こちらから商品お勧めしておりますので、ぜひともご覧いただければなと思っております。詳細に関しては概要欄ぜひ見てください。ではまた次の動画で会いましょう。はい、おすすめしたい、おすすめしたいか、商品詳細両耳ジンハオこサムネ用ツルツル。